キム・ヨジョン氏がですね述べているところによると、拉致問題は解決済みであること、そして自衛権の行使として、こうしたミサイル発射等について、文句を言うなということが、面会、あるいは交渉の大前提となっていると、そういったことを受け入れるような形で交渉、面会をすることは、我が国の国益に反するので、何かこう支持率を上げるために、 北朝鮮と交渉するというようなことは行わないように、ここは強くですね、合わせて注意をしておきたいと思っております。